皆さんおはようございます。そしてインターネットで参加してくださっている皆さんもおはようございます。こんばんは、こんにちは。これから2022年1月の16日 CS 礼拝を神様に期待して始めていきたいと思います。総額のうちに静まって神様を待ち望んでいきましょう。お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、愛する主様、今日の真実礼拝をありがとうございます。最初から最後まで主が豊かにご臨在くださり、お一人一人に豊かな恵みと祝福を表していってください。今日も素晴らしい神様に期待しお委ねいたします。感謝して始めにあたり、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美の時を持っていきたいと思います。私になれる方はお立ちくださって、心から神様に賛美をしていきましょう。感謝。
ましょう。ハレルヤ、お祈りします。天の父様、感謝します。この賛美の時をありがとうございます。この後続く CS 恋愛、さらに祝福してください。感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。はい、どうぞお座りください。ありがとうございます。では次は主の祈りの時を持っていきますが、ですね、なんと少し前から、主の祈りの OHP シートが紛失してしまいまして、なくなってしまったので、皆さん覚えてるかなと思うのでぜひ覚えてることを期待して、ぜひ一緒にお祈りしてください。それでは主の祈りをご一緒にお祈りしていきましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるのだぜ地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。はい、それでは次は生産式の時を持っていきたいと思います。少々お待ちください。お待たせしました。聖餐式を行います。聖餐式はイエス様の十字架の死を告げ知らせるものです。私たちの教会ではイエス様を僕の救い主、私の救い主と信じている方、そして洗礼を受けている方と、洗礼を受けたいと願っている方、ぜひこの聖餐式に参加することをお勧めします。それではこの聖餐式のために最初にご一緒にお祈りをしていきましょう。愛する天のお父様、愛する主様、この聖餐式をありがとうございます。どうぞ私たち一人一人の上に今イエス様の御血と御体の恵みを豊かに表してください。はじめにあたり感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。それでは聖餐式を受ける前に、お一人一人心の中で結構ですから、神様の前で悪いことをしてしまったということを思い出したら、神様ごめんなさいと心から謝る悔い改めのお祈りの時をご一緒に持っていきましょう。天の父様、これらの悔い改めの恵みを感謝します。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。それでは聖書を読ませていただきます。イエスはパンを取り祝福して後、これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。それではイエス様の尊い御体をいただきましょう。
イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。それではイエス様の尊い血をいただきましょう。それでは聖餐式の感謝の祈りをこちらでさせていただきます。愛する天のお父様、愛する主様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様の十字架による救いを心から感謝します。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。では聖餐の恵みに預かった後は感謝の捧げ物、献金の時を神の国と神の義を賛美しながら捧げていきましょう。愛する主様、この、献金の時をありがとうございます。神様が私たちの必要をすべてご存知であられ、いつも最善な形で豊かに満たしてくださっていることをありがとうございます。神様が今与えてくださったものの中から一部ですが、心を込めて神様に捧げました。これを幾億倍にも増やして、神の国の建設のために、神様の御用のために、どうぞ豊かに用いてください。また今捧げられたお一人お一人の上に、さらに健康、経済、霊的な祝福、すべての点での祝福をさらに増し加えてくださって、さらに喜んでより多くのものを神様に捧げられる恵みに預からせてくださることを感謝いたします。心から感謝して、この感謝の捧げ物を神様の前に、捧げます。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。では次は楽しい証のタイムなんですけれども、何か神様がこんな素晴らしいことをしてくださったとかいう証ある方、ぜひ率先していかがですか？いかがですか？僕ちゃん結構お祈り答えられるとかあるんじゃないかな。いきなりひみちゃんいかがでしょう？振っちゃったです。はい、素晴らしい。ちょっと待ってくださいね。はい、感謝します。愛する天のお父様、この証しを、時を感謝して神様の前にやっていたします。アーメン。私は今会社に勤めているんですけども、結構小さな、そんなに大きな会社じゃなくって、30人ぐらいの会社で勤めています。で、コロナになってだいたい2年ぐらい経ったんですけど、コロナ禍が許されて2年ぐらい経ったと思うんですけど、ちょっと緊急事態宣言とかいろいろあったと思うんだけど、コロナが許され、コロナ禍になり始めた時に、その頃からちょっとお昼の休憩を休憩室で取るのは避けて、自分で一人で外で食べるようにしてたんですね。で、それがだいたい1年半ぐらい、続いてたんですけど、
なんか外で食べるとすごく一人で私は結構一人でいるのが好きなので、リラックスしたり聖書読んだり、なんかぼーっとしたりとか一人だと好きなので、外で食べたり、またあとコロナがちょっと怖かったので密を避けて外で食べるようにしてました。でそれ以前は中でいろんな人と話ししながら食べてて、それはそれで楽しかったんですけど、ちょっとコロナがきっかけで外で食べるようにしてました。でただ最近になってなんか外で毎回食べてるとやっぱりお金が結構かかるので、ちょっと中で食べれるようにした方がいいのかなって思ったんですけど、急にその小さな休憩室の輪にまた戻るのがちょっと戻りづらくなっちゃって、どうしようっていうふうに神様にお祈りしてました。で、神様に御心ならば中の、会社の一室で借りれてご飯が食べれるようにっていうふうにお祈りしていました。でただ単純にそれを誰かにお願い、あの部屋使っていいですかとかお願いすればいいだけの話なんですけど、ちょっと今まで そこでご飯食べてる人あまり見たことなかったので、そこ借りていいですかっていうのも言いづらくってずっと祈ってました。で神様に祈りつつ、その看護師さん、クリニックなんですけど、看護師さんとかちょっと上の先輩方に部屋使っていいですかっていうふうに、お昼食べてもいいですかって聞いたら、いいよいいよ全然使っていいよって言ってくれてくださって、なんと一室お部屋を借りることができて、中でご飯食べれるようになって、聖書も読むことができて、また一人の空間が与えられて、休憩室ゆったりと過ごすことができるようになりました。祈り応えてくださった神様に感謝します。感謝してイエスの名前をお祈りいたします。アーメン。素晴らしい証をありがとうございます。本当にね、私たちも身近なところからお祈りすると神様は本当に応えてくださるので、どんなことでも、罪以外はどんなことでもどんどん祈っていきましょう。そしてたくさんの神様の祈りの答えをさらにいただいていきましょう。そしてまたぜひこのシリーズのこの証タイムで皆さんどんどん証ししてください。では次は、ダビデ・ウルシマ、伝道師に導いていただきまして、メッセージお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
と息子、これだと神は愛っていうのが法と息子みたいなんでしょうか。はい、今日は法と息子のお話をしていきたいと思います。はい、聖書は第一ヨハネの4章16節になります。神は愛ですという一言だけなので、これをね、後でみんなと一緒に読みたいと思いますけども、最初にお祈りして始めていきたいと思います。最初にお父様、これからの、メッセージを導いてください。感謝し、主イエスキリストにお願いしますね。はい、それでは神は愛ですをですね、一緒に言いましょう。せーの、神は愛です。はい、その通りなんですけども、今回この法と息子のね、メッセージ考えるにあたって、そもそも法とって何だろうって個人的に思いまして、今さっき調べたんですけども、まあ、法っていうのはね、放つ、とうっていうのはちょっと分かんなくてですね、調べたところ、この法とうのとうはですね、動く、漂う、揺れ動く、伸びやか、広々としている様、欲しいままにする、だらしがない、乱す、洗う、洗い去る、払い除く、すっかりなくす、とろける、というちょっとよくわからないやっぱり並びましたけども、まああまりよくないのかな、あまりよろしくない言葉なんですけども、そもそもこの放蕩っていう言葉はですね、自分の思うままに振る舞うこと、やるべきことをやらず飲酒や遊びに心を抜かすこと、お酒とかね、自分の好きなことにお金をいっぱい使ってしまうということを放蕩と言います。で、今回のね、放蕩息子っていうのは結構有名な話でですね、クリスチャンだけじゃなくてですね、この一般の方々も結構知ってる、昔の有名な人もこの放蕩息子というこのね、聖書の中の物語を絶賛しているほどなので、とても有名な場所です。で、ここはですね、イエス様がお話しした、例え話なんですね。で、イエス様が当時のユダヤ人ですね、そのユダヤ人に対してお話しした内容なんですけども、そのイエス様がなぜこの話をしたかって言ったらですね、当時の罪人と言われている方々はですね、お金を取る仕事、酒税人とか、特定の職業や立場いる人たち、を罪人とみなす風習がありました。で、そのユダヤ人ですね、特にそのパリサイ派とか宗教指導者というすごい偉い方々が、そういう方々を見下して罪人っていうふうに認定していたんですね。で、その、ユダヤ人の中で罪人と思われている方々と共に、イエス様が一緒に食事をしているところ をその、なんでしょうか、偉い方々はですね、イエス様になんでそんな人たちと一緒に食事をするのかっていうふうに文句をつけたんですね。で、その時に、イエス様がお話しした話は放蕩息子になります。はい、では放蕩息子の話に入りたいと思いますけども、放蕩息子の話はですね、まずお父さんがいました。はい、お父さん。お父さんがいました。これヒゲね。お父さんがいました。で、このお父さんに二人の息子がいました。息子がいました。で、このお父さんはとても金持ちだったんですね。とても金持ちで、たくさんの土地を持っていたということで、今でいう東京で言ったらですね、あっちの多分なんだろう、品川とか、なんていうんですか、六本木とか、そこら辺の
まあ、そういう土地を持ってたとします。そういう広いですね土地を持っていました。これ土地ね。でこの土地を持っていて、しかも大きな家を持っていたので、でこの家はですねとても金持ちでした。でこの息子にはですねお兄さんと弟がいました。はい。である時ですね、あここにですね召使いもいっぱいいたんですね。召使いもいっぱいいて、弟がですねある時お父さんに言いました。このお父さんが持っている財産ね、この財産って普通はねお父さんが亡くなってからこの2人に分配されるものなんですけども、弟はなぜかお父さんが亡くなる前に、そう亡くなるお父さんがね亡くなる前に僕にこの財産の半分をね、2人だから2つに分けなきゃいけないから、そのお父さんが死ぬ前にこれをくださいという無謀なお願いをしたんですね。今だったらどういう感じかな。ふーちゃんだったらお父さんにお父さんが死ぬ前にお父さんのが持ってるお金とか持ち物全部ちょうだいって言ってるようなもんだから、まあ今で言っても、まあ、昔で言っても大金持ちでも貧乏でもどっちでもないすごい現実的な。知ってる？そう。それでね、まあ半分くださいって言って、まあ普通はね、ありえないからちょっと待ってと、ね、自分の生活もあるし、ね、こんだけ飯使いもいっぱいいるし、ね、給料とかも払わないといけない。で、まあ二人も育てなきゃいけないから、ちょっと待ってっていうのが普通なんですけども、なぜかお父さんはね、あいいよいいよって言っちゃったんですね。言っちゃったというか、いいよいいよって言って、すごい寛容な、すごい優しいお父さんだったんで、そう、それでこの半分を弟にまずあげちゃいました。で、弟は何をしたかって言ったら、まあ、お金に変えたんですね。これ全部お金に変えて、今だとどんぐらいものすごい莫大な金額になると思うんですけども、うん、そう、っていう金額になると思うんですけども、それを持ってお金に変えて、旅に出たんですね。旅に出たって言ったらいい言葉なんですけど、家を出て行ったんですね。お金に換えて家を出て行きました。それでこの弟さんは何をしたかって言ったら、この先ほど言った放蕩ですね、自分のために自分がやりたいこと、まあ言ったらお酒とかね遊びとかに、で遊びほうけてしまってですね、ずっとそう使ってしまって遊びほうけていました。それで、結局ですね全部使い果たしてしまって一文なしになったんですね。0円一文なしになりました。はい、日本円で言うと0円になりました。で0円になってしまったので、なんと豚の食べ物が、あちょうどねその時そう言い忘れた、弟が出て行った場所、ね、多分都会だったと思うんですけども、遊ぶ場所がいっぱいある都会、東京みたいな場所ね。で、当時ですね、飢饉がやってまいりました。飢饉っていうのは、雨が降らないで、食べ物が育たない。で、食べるものがなくなってしまったりして、で、しかも、ね、お金使い果たしてしまったと。で、食べるものがない。で、豚の餌でもいいから。と思って、やってたんですけども、ふと我に返ってですね、すごい貧相な生活をしてしまってたんですけど、ふと我に返った時に、あお父さんの家に戻ったらたくさんあるじゃないかって、もうすごい自分勝手なそうだと思うんですけど、たくさんそうね、お父さんがいるじゃないかって言って、でまあでもそのままね、全財産の半分をもらってきたので、このまま戻るのもあれだから、まあ、お父さんの家来にしてもらおうと、この召使いと一緒の立場にしてもらおうとね思ったんです。それでそうやったらお父さん許してくれるだろうと思って、それでまあとぼとぼと自分の我が家ね、お父さんのいる場所に戻っていきました。あとお父さん怖えやん。
そう、お父さんね、絶対怖いと思うね、そんな感じでね、戻っててね。だって家出したんだからね、あのお金持ってね。で、まあ、恐る恐る戻っていって、で、まあ、家が遠くの方に見えた時にですね、あのお父さんが立っていました。で、お父さんが立っていて、そしたら何をしたかと思った。ものすごい怒鳴り声を上げて怒ってきたか。それとも、僕も分かってるよ。分かってるね。なんとですね、お父さんは怒りもせずに遠くの方からこの息子ね、弟を見つけて走り寄ってきて抱きしめたんですね。はい。それで、あの弟は、あの父、お父さんがですね、あの弟をどれだけ愛しているか、まあ、弟はね、申し訳ありませんと、お父さんに、あの全部使ってしまいました、申し訳ありませんと言って、悔い改めて、あの聖書にはですね、あのお父さんに謝って、天にも謝ったとあります。神様には謝ったんですね。それで、謝ったんですけど、とあのお父さんはいいよいいよと、私の息子だから戻ってくるだけで私は嬉しいんだって言ってですね、 100% 怒らないじゃねえか。そう、普通はね。でもね、そう、怒らなかったんですよ。だからお父さんはずっとね、この弟ね、家出した弟の帰りを待っていたんですね。外でずっと待っていました。で、帰ってきて、で、弟が無事に帰ってきました。無事じゃないんですけども、帰ってきました。で、あのそれで祝宴をあげたんですね。祝宴っていうのはいっぱいものを、まあ、弟さんは干からびていたので、お腹空いていたので、あの家来たちにね、いっぱいご馳走を用意してもらって、で、宴会ねを開いて、あの息子さんを歓迎しました。それで、これが放蕩息子のお話なんですけども、実はこの続きがですね、さらっと書かれているんですけども、ここはちょっとね、今回のポイントなのかなと思いますけども、あのこのお兄さんの方がですね、なんとめちゃくちゃ怒ってましたね。だってお父さんの半分持ってっちゃったからね、それは怒るよね。で、それで弟があの仕事から帰ってきた時に、家では宴会がなされていました。しかもこの宴会は何ですかって聞いたら、いや、弟が戻ってきたんだよってお父さんから聞いて、それでお兄さんは怒ったんですね。なんで自分はあのずっとこの家にいてお父さんに仕えているのに、こんな宴会してもらったことがないと。で、あの自分の弟は湯水のようにお父さんの金を使ってしまった、遊びに戻ってきて、これは一体何なんだってすごい怒ったんですね。で、お兄さんがなぜ怒ったかって言ったら、まあこれ憶測なんですけど、自分は他人より正しく立派だっていうね、あのお兄さんはね、あの弟は逃げたけど、弟はあのお父さんに仕えていると、お父さんと共に生きていると。で、自分は他人より正しく立派だ、あと自分はあの神から離れたことは一度もないと自負していたんじゃないかということなんですね。で、まあこれは、まあ神様が、あ、イエス様がですね、そのパリサイ人とかね、律法学者のね、あの偉い方々に向けて言った言葉なんですけども、まあ、弟の話も弟の話なんですが、兄の方はですね、このそちらの方に向けて言ったお話だったんですね。で、そう、そういうことなんです。で、兄はそういうことがあったので、自分は正しいと思ってしまって正しいと思ってして正しいと思ってしまっていたので、この息子の弟の帰りを喜べなかったと。自分は正しいと思っていただけにね。それで、まあ当時ですね、まあ、イエス様が十字架にかけられましたね。イエス様があのユダヤ人たちに十字架にかけられて死んで、あの葬られて三日に蘇りましたけども、このそうです、結局そのイエス様がですね、
この罪人がですね、まあ、弟は罪人ということで、罪人が神様のもとに戻ってきたとしても、こちらの、ね、自分は正しいと思っているパリサイ人たちは喜べなかった。で、お父さんからすると、まあ、これは神様っていう設定なんですよ、からするとどちらも罪人だよっていうことなので、弟は戻ってきました。で、お兄さんは疲れていると思って行ったけど、そうやってつぶやいたりとかしてですね、結局両方とも神様からしてみたら罪人なんだよ、だから悔い改めて私のもとに帰ってきなさいということをですね、言っている内容になります。はい、ちょっと最後グダグダになりましたけども、という話になりますので、ぜひ皆さん、私もね、ある程度お金が入ってくるとちょっと放蕩しがちな感じもありますけどぜひぜひ皆さんも神様のもとに行ってですね、神様はいろいろとね与えてくださいますので、なんか自分で頑張るんじゃなくて神様のもとに行ってね、神様が与えてくださるもので満足するというのが一番お幸せなんだと思います。はい、それではこれで終わりたいと思います。最後にこれをもう一回読んで終わりたいと思います。せーの、神は愛です。はい、それでは様、このメッセージでありがとうございます。感謝しつつお願いしますね。メッセージを感謝します。それでは最後に祝祷をしていきたいと思います。お立ちになれる方はぜひ立ち上がっていただいて、神様に心からまずハレルヤを賛美していきましょう。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アーメン。はい、どうぞお座りください。ワークブックをしていきます。分岐をしていきます。ありがとうございました。